今回は去年の公立高校入試の社会・歴史分野で出題された年代の古い順に並べる問題です。今回は一番よく出る明治時代以降になります。福岡県の問題です。河川部4、立憲政国家に関する次の1から4の出来事を年代の古い方から順に並べ番号で答えよう。1、大日本帝国憲法が発布された。2、内閣制度が創設された。3、五箇条のご正文が出された。 民選議員設立憲白書が提出された答え、年代の古い順は、5か条の御正門、民選議員設立憲白書、内閣制度、大日本帝国憲法、次は島根県の問題です。 年表一中の A の期間、明治時代前期に起きた次のアーから U の出来事を年代の古い順に並べて記号で答えなさい。A、政官論を主張する西郷隆盛と国内の整備が先だと考える大久保利道が対立した。い、e、政府を去った板垣大助らが中心となって自由党が結成された。う、五箇条のご正門が出され、新たな政治の方針が示された。 年代の古い順は、五箇条のご正門。政官論。自由党の結成。栃木県の問題です。A の時期、明治時代に起きた出来事を、年代の古い順に並べ替えなさい。A、国会規制同盟が結成された。い、e、民選議員設立の憲白書が提出された。U、内閣制度が創設された。 え、廃藩知見が実施された。答え、年代の古い順は、廃藩知見、民選議員設立の憲白書、国会規制同盟、内閣制度。石川県の問題です。 次の A から D の4枚のカードを時代の古いものから順に並べ、その符号を書きなさい。A。財閥が解体されるなど、経済の面で民主化が進んだ。B。ヨーロッパで起こった第一次世界大戦の影響で公共となった。C。知見により土地所有者に所有権が認められ、売買ができるようになった。D。日清戦争前後に、紡績、製紙業などの傾向業が急速に発展した。 年代の古い順は基礎改正日清戦争第一次世界大戦財閥解体大分県の問題です河川部 D 平和に関連して日本は領土をめぐる問題について平和的な手段による解決に向けた取り組みを続けている次の A から U は カラフトチシマ交換条約、ポーツマス条約、サンフランシスコ平和条約のいずれかで定められた日本の領土を四角で示したものである。アーカルウーを年代の古いものから順に並べて記号を書きなさい。たえ、年代の古い順は、ウ。 1875年、カラフト千島交換条約。あ、1905年、ポーツマス条約。い、1951年、サンフランシスコ平和条約。滋賀県の問題です。直子さんは資料2の年表の矢印で示した部分に次のアーからウーの出来事を書き加えようとしています。 アーからウーの出来事、年代の古い順に並べ替えなさい。あ、西南戦争の開始。い、内閣制度の創設。う、国会規制同盟の結成。答え、年代の古い順は、西南戦争。国会規制同盟。内閣制度。 愛知県の問題です。次の A から A までの文は、一の略年表中の足尾銅山鉱毒事件が表面化した時期の出来事について述べたものである。これらの文に述べられた出来事を年代の古い順に並べたとき、2番目と3番目になるものの金符号をそれぞれ書きなさい。A、近代的な内閣制度ができ、初代の内閣総理大臣に伊藤博文が就任した。E、各地の自由民権運動の代表者が大阪に集まり、 国会規制同盟を結成した。う、衆議院議員の総選挙が初めて行われ、第1回帝国議会が開かれた。え、天皇が国民に与えるという形で、第2本帝国憲法が発布された。たえ、年代の古い順は、国会規制同盟、内閣制度、大日本帝国憲法、 帝国議会大分県の問題です。次のアーカラウーは明治時代の政治に関する出来事を示したものである。アーカラウーを年代の古いものから順に並べて記号を書きなさい。ア、衆議院議員が集まって議事を行っている様子。イ、自由民権運動の演説会を警察が辞めさせている様子。ウ、明治天皇が 内閣総理大臣に憲法を授けている様子。答え、年代の古い順は、い、1880年集会条例、自由民権運動の高まり。う、1889年大日本帝国憲法の発布。あ、1890年第一回帝国議会。 山形県の問題です。次の A から A は、略年表中の A の時期、明治時代の出来事です。R から A を起こった年の古い順に並べ替え、記号で答えなさい。A、大日本帝国憲法が発布される。E、ポーツマス条約が結ばれる。U、立憲改進党が結成される。E、下関条約が結ばれる。 年代の古い順は、立憲改新党の結成、大日本帝国憲法、下関条約、ポーツマス条約、茨城県の問題です。ドイツについて、19世紀にはビスマルクのもとドイツ帝国が成立しました。 その後のドイツに関する次の R から A の出来事を年代の古い順に左から並べてその記号を書きなさい。A. ベルリンの壁が崩壊した。い、ワイマール憲法が制定された。う、密独い三国同盟を結んだ。え、オーストリア、イタリアと三国同盟を結んだ。答え。 年代の古い順は、三国同盟、ワイマール憲法、日独位三国同盟、ベルリンの壁崩壊。埼玉県の問題です。次のアからラ A は、年表中 B の時期、明治時代から大正時代初期の出来事について述べた文です。 年代の古い順に並べ替え、その順に記号で書きなさい。あ、旅順や大連の咀嚼権を日本が譲り受けることなどを定めたポーツマス条約が結ばれた。い、両党半島や台湾などを日本が譲り受け、賠償金が日本に支払われることなどを定めた下関条約が結ばれた。う、朝鮮では、東学を信仰する農民たちが、腐敗した政治の改革などを求める交互農民戦争が起こった。 満州では鉄道を中心に炭鉱の開発や沿線での都市の建設などを進めようと、半官半民の南満州鉄道株式会社が設立された。答え、年代の古い順は、交互農民戦争、諏訪の関条約、ポーツマス条約、 南満州鉄道株式会社。熊本県の問題です。次のアーカルウンは20世紀における我が国の工業に関する出来事である。年代の古いものから順に記号で答えなさい。あ、中学生や女学生が動員により工場や鉱山で働くようになった。 工場での12歳未満の就業を禁止する法律が制定された。う、官営として設立された八幡製鉄所での鉄鋼の生産が開始された。答え、年代の古い順は、八幡製鉄所。工場法。太平洋戦争中の学徒動員。 新潟県の問題です。大正時代の我が国の政治について調べると、民主主義が強く唱えられていたことが分かった。次のアーカラウーは、大正時代に我が国で起きた出来事について述べたものである。大正時代に起きた出来事を、年代の古いものから順に並べ、その符号を書きなさい。ア、加藤高明内閣のもとで、選挙制度が改正された。イ、五憲運動が起こり、桂太郎内閣が総辞職した。 米騒動を鎮めるために政府が軍隊を出動させた。答え。年代の古い順は、第一次護憲運動、米騒動、普通選挙法。千葉県の問題です。略年票中の B。 1919年、ベルサイユ条約から、1945年、第二次世界大戦が終わるまでの時期に起こった事柄を、次の RA のうちから3つ選び、年代の古いものから順に並べ、その符号を書きなさい。あ、アメリカでニューディール政策が始まった。い、日本、ドイツ、イタリアは、日特異三国同盟を結んだ。う、ワシントン会議で、海軍の軍備を制限する条約などが結ばれた。 朝鮮では北緯38度線を境とし、南に大韓民国、北に朝鮮民主主義人民共和国が成立した。答え、年代の古い順は、ワシントン会議、ニューディール政策、日特異三国同盟、絵は、 第二次世界大戦後なので答えに入りません。高知県の問題です。年表中の A の時期、1920年国際連盟に加盟から1945年 GHQ による民主化政策が始まるまでに我が国で起こった次の R から A の出来事を年代の古いものから順に並べ、その記号を書きなさい。あ 都市部の小学生が地方の農村へ避難する学童疎開が始まった。い、陸軍の青年将校らが東京の中心を占拠した226事件が起こった。う、ほとんどの政党や政治団体が解散して大政翼散会にまとめられた。え、関東大震災が起こり、東京や横浜が大きな被害を受けた。 答え、年代の古い順は、関東大震災、226事件、体制翼賛会、学童疎開、佐賀県の問題です。E 班は近代以降の日本の国民生活について調べた。 大正時代以降の日本の国民生活に関する次のアーからウーを年代の古いものから順に並べて記号を書きなさい。ア、東海道新幹線が開通した。イ、ラジオ放送が開始された。ウ、衣装切符が発行された。答え、年代の古い順は、イ、大正時代末、ラジオ放送。 太平洋戦争中の衣装切符の配給。あ、昭和高度経済成長期の東海道新幹線の開通。長崎県の問題です。Z の1928年第16回衆議院議員総選挙から1940年日特異三国同盟までの期間における 我が国や世界の出来事について述べた、あーからうーを、年代の古い順に並べ、その記号を左からかけ。あ、第二次世界大戦が起こった。い、世界恐慌が始まった。う、日本が国際連盟を脱退した。答え、年代の古い順は、世界恐慌。国際連盟を脱退。第二次世界大戦。 愛媛県の問題です。略年表中の6、国際連盟から国際連合の期間に起こった出来事として、適当なものを、RA から2つ選び、年代の古い順に左から並べ、その記号をかけ、A、中華人民共和国が成立した。E、中華民国が成立した。U、アメリカのニューディール政策が始まった。A、e、独祖不可侵条約が結ばれた。 答え。年代の古い順は、ニューディール政策。独祖不可侵条約。中華民国の成立は国際連盟の前。中華人民共和国の成立は国際連合の後なので、答えに入りません。沖縄県の問題です。次の図のアからウは、1934年から36年の平均。 1970年、2019年、いずれかの日本の輸入品における輸入額の割合であるアーカラウを年代の古い順に記号で並べよう。例年代の古い順は、以が1934年から36年の平均です。軽工業が盛んな時期の輸入額の割合です。 うが、1970年です。高度経済成長期の輸入額の割合です。あは、2019年、令和元年です。エネルギー資源を多く輸入しています。青森県の問題です。1931年の満州事変の後に起こった次の1から3の出来事を年代の古い順に並べ、その番号を書きなさい。1、日本軍が、 アメリカの軍事基地があるハワイの真珠湾を攻撃した。2、日本はドイツ、イタリアと日独伊三国同盟を結んだ。3、日本軍と中国軍が北京郊外の露光橋付近で武力衝突を起こした。答え、年代の古い順は、露光橋事件。日独伊三国同盟。 真珠湾攻撃。神奈川県の問題です。メモ中の防戦、インドシナに関して、東南アジアで起こった出来事について説明した、次の1から3を、年代の古いものから順に並べたものを、あとの1から6の中から1つ選び、その番号を答えなさい。1、日本の陸軍が、イギリス領のマレー半島に上陸し、シンガポールを占領した。 アジアアフリカ会議がインドネシアのバンドンで開かれた。3. 沖縄の基地から出撃したアメリカ合衆国の爆撃機が北ベトナムを爆撃した。答え1番。年代の古い順は太平洋戦争中の1番。2番。アジアアフリカ会議。三番。 ベトナム戦争。富山県の問題です。E の時期、1938年オリンピック東京大会の中止決定から、1972年上野動物園にパンダが来るまでの時期の、日本に関する出来事、A から A を年代の古い順に並べなさい。A、バブル経済が崩壊した。E、高度経済成長が石油危機によって終わった。U 日本に対して ABCD 法囲網が形成された、え、自由民主党を与党とする55年体制が始まった。答え、年代の古い銃は、太平洋戦争開戦前の ABCD 法囲網、55年体制、石油危機、バブル崩壊、 山口県の問題です。次の1から4は、第二次世界大戦後から日本万博博覧会の開催までの日本経済に関する出来事である。1から4を年代の古い順に並べ記号で答えなさい。1、池田隼人内閣によって国民所得倍増計画が発表された。2、GHQ の指示で日本の産業や経済を支配してきた財閥の解体が始まった。3、国民総生産が 資本主義国の中でアメリカに次ぐ第2位となった。4. 朝鮮戦争の軍需物資の生産を受け、特殊景気が起こった。答え。年代の古い順は、財閥解体。特殊景気。国民所得倍増計画。GDP 世界2位に。 岐阜県の問題です。次のアーカラウは、河川9、第二次世界大戦後の期間に起こった日本の出来事である。これらの出来事を年代の古い順に並べ符号で書きなさい。ア、国際連合に加盟した。イ、サンフランシスコ平和条約を結んだ。ウ、沖縄が日本に復帰した。答え。 年代の古い順は、サンフランシスコ平和条約、国際連合に加盟、沖縄返還、鹿児島県の問題です。1951年、サンフランシスコ平和条約以降に起こった出来事を、次の A から A から3つ選び、年代の古い順に並べよう。 石油危機の影響で物価が上昇し、トイレットペーパー売り場に買い物客が殺到した。い。満20歳以上の男女による初めての衆議院議員選挙が行われ、女性議員が誕生した。う。男女雇用機会均等法が施行され、雇用における男女間の格差の是正が図られた。え。アジア最初のオリンピックが東京で開催され、女性選手の活躍が話題となった。 答え、年代の古い順は東京オリンピック石油危機男女雇用機械均等法 E の女性議員の誕生はサンフランシスコ平和条約より前の出来事なので答えに入りませんお疲れ様でした今回は去年全国の公立高校入試で出題された社会歴史分野の 年代を古い順に並べる問題でした。明治時代以降は一番よく出題されるので、起こった順番や主要な出来事の西歴を暗記しておくのがおすすめです。このチャンネルではあらゆる情報をシンプルに楽しく学べるように一問一答形式で作っています。動画が勉強になったと思われた方は、高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。エヴァの一問一答でした。